今日は2020年6月25日。実はね、今日大阪であった関西電力株式会社の株主総会に出てきたんですね。それで去る19日にね、実は関西電力の IR に僕はファックスしたんですよ。まあ、僕は関西電力の一応株主なんでね、それで質問状を出したいと、事前質問をしたいと。そしたら担当の人がもうファックスで送ってくれればいいよっていうことなので、ファックス送ったんですね。でのその質問の内容っていうのを要約すると、まあ、ブラック解放同盟の関係団体についてのことなんですね。関西電力は、本社が大阪同和問題、同和人権問題連絡協議会に入ってると。そして和歌山支社が、和歌山の同和問題企業連絡会の、事務局になってると。でこの2つの団体、まあこれブラック解放同盟の関係団体なんですけども、これに入った経緯と、で年間予算と人員どれだけ使ってますかと、でどういった内容の活動をしてるんですか、それでそのことが関西電力の経営上どんなふうなメリットがあるんですかということを聞いたんですね。あともう一つは、結局この解放同盟関係団体が、福井県のね、高浜町の森山英二さん、元助役のあの人と、まあ、関連の役員の間で、まあ、ちょっとおかしな金銭の授受があったというか、まあ、ちょっとどころかものすごくおかしな金銭の授受があったんですけども、その、まあ、森山さんというのがブラック解放同盟の同盟員ですね。そのことは、関連の報告書にも書いてあるし、解放同盟も認めてるわけです。そして人権研修をやってたってことを認めてるんですね。で人権研修といえばそれは同期連もやってるわけで、じゃあこの同期連とこの関連の森山さんのこととどういう関係があったんだと、まあおかしなこと僕は気になってるのは、その森山さんの人権研修っていうものがこの同期連を通したものだったのかと、森山さんが勝手にやってたのか、それとも一応同期連の活動の一環としてやってたことなのかということと、森山さんもブラック解放同盟員だと、で同期連っていうのも、解放同盟関係団体だと、要は解放同盟が関電とかのねブラック地名総監買った企業に作らせた団体ですから、じゃあそのブラック解放同盟関係団体の同期連がね、その森山さんのような、森山さんがやってるようなね、解放同盟の森屋さんがやってる行為を黙って見てたのかと。そしたらこの観点がね、解放同盟関係団体に入ってるとは一体何の意味があってやってるのと。でまああとぶっちゃけ解放同盟の関係団体にいくら出してんのっていう話なんですよね、関連の。そしたらですね、まあ、結論から言うともう完全スルーです。全く何にも答えないというかですね、完全無視でした関電は。何があったかっていうと、関西電力が、一応ね事前に質問が出てたものに関しては一応一括して答える時間があるんですよ。そこで全く私の出した質問上の話出てこなかったですね。でその後手を挙げて質疑応答みたいな時間があるんですけども、私ずっと手を挙げてたんですよ。全然当てられなかったですね。それで後で担当の人に僕も抗議したんですよ。質問状出したのに完全無視するってのはどういうことなんですかって言ったらね、一応その文章をね受領したっていうことは認めてましたよ。ただまあはっきりして関西電力としては経営上のことか、あとは原発関係のことしか答えないっていうことみたいですね。で答えないっていうことさえ答えないんですよ。完全スルーですよ。うん、実はまあ大林組に似たような質問したことがあったけど、その時は一応答えないということだけは答えてもらったんですけどね。関西電力前完全無視ですね。であとね、質疑応答のところでね、人に当てるんだけど、あれある程度デキレースでやってると思うんですね。というのもなんでかっていうと、関西電力のこの株主総会、多分ね僕は今まで出た株主総会の中でも最悪の部類ですよ。さ株主総会でいろいろね OB のじいさんとか出てきて演説するなんて別に珍しいことじゃないし、まあしょうがないなとは思うんだけど、もう関西電力は活動家、もろい反原発の活動家が出てきて演説するんですよ。で周りヤジ飛ばすとね、それでまあ80ぐらいのパーさんがうちの
近くにある電柱をどかせとかそういう話をするんですよ。で、気になったのは関連側は回答用意してるんですよね。あまりにもこう手際がいいと。だから多分ね、誰に対して、その当てて質問させるかっていうのはある程度関連も事前に打ち合わせできてるでしょうね。で、今回はあの神戸市とかで、大阪市なんかね、あそこ関連の大株主ですから、まあ、そういうところはもう延々と喋らせてましたよね。だからその辺も、まあ、事前に打ち合わせがあったことは間違いないとは思うし、あと多分僕はね、役員の立場だったら反原発とかで長々と演説してね、ヤジ飛ばしたりっていう人ってね、関連にとってはへでもないわけですよ、毎年のことで。で、毎年のことっていうのは多分ミソで、ある程度メンバー決まってるんじゃないですかね。そしたら、じゃあ人に言わせとこうってなるんじゃないですか。僕は役員の立場だったら、毎回そういう反原発の演説する人がいたら、じゃあその人に喋らせようってことになると思いますよ。だって当たり障りないんですから、ある意味ね、毎年毎年同じようなことを言ってるし、で、反原発っていうのはまあ別にその毎度の話だし、関連としてはもう方針決まってる話なんでね、やっぱり産業界の要請とか政治の方針があって原発なかなかやめられないんだから、そこはまあ自分たちだけが悪いんじゃないよっていうことである程度説明もできるしね。で、反原発って言って騒いだからって言って、じゃあまあ、へでもないわけですよ、はっきしって。それはもうそういうものだっていうことで、まあその反原発真面目にやってる人たちどう考えてるかわからないけども、関電の役員っていうのは多分その程度しか考えてないし、僕は関電の役員でも多分その程度のことしか考えないですからね。ただ一方で童話についてね、まあ、大阪の南港で総会あったんですけど、あそこでも童話のこと聞かれたら関電としては嫌ですよ。まあ、関東の人とかその辺にあんまし分かんないかもしれないけど、はっきりして大阪だと部落解放同盟ってはっきりしても反社会的組織として認識されてるんですよ。実際ヤクザがいっぱい入っていたし、2005年にね飛鳥会事件起きたから、もう市民の感覚としては完全に反社会的組織なんですよ、解放同盟ってね。だからそこで解放同盟にいくら払ってますかっていう質問するっていうのは、反社にいくら払ってるんですかって言って質問するのと実は変わんないわけですよ。だから意地でも僕の話をさせたくなかったんでしょうね。で、僕も八市で解放同盟なんかに顔割れてるから多分マークされてたと思います。だからもう多分関連でも総務の方からもうあいつには当てるなっていうことで、そういう風でもう決まってたんじゃないかと思うんですね。で、それで、まあ、じゃあ来年ちょっと不意打ちかけるような形でなんとかね、リベンジしてみるかっていうのも考えてるんだけども、でも僕の予想がね当たってたらそれ相当難しいと思いますよ。その事前に打ち合わせしてる人にだけ質問させるか、あるいは毎回同じような顔ぶれで出てくるそういう反原発おじさん、反原発おばさんっていうのにこうやって当てていけば、もうそれで乗り切れるわけだから、危うい質問はできないでしょう、それで反原発のね人とか、あと、石炭火力やめようとか言ってた人だけど、あんたらね関電に利用されてると思う。まあ、僕はその反原発とかその辺に関しては正直中立的な立場っていうか、まあ理想としてはね、確かに原発なくなればいいし、そのまあ CO2 削減っていうのもできればいいなとは思うんだけど、まあ現実問題すぐにはできることじゃないと思うんだけど、まあそれはそれとして、その反原発とかそのエコロジー活動に関わっている人はもう完全にね関電に利用されてると思うし、で今回の件でね、僕も関電のね体質っていうのはよく分かりました。まあ、そこはやっぱ起こるべきして起こしたんでしょうね、ああいう事件をね。でその体質っていうのも多分もうこれから変わらないと思うんですよ。だからね、反原発やってる人とかね、まあ、ちょっとね一旦ね来年あたりはそれ置いといてですね、もう関電とその解放同盟の関係を質問してやったら面白いと思いますよ。その方はまだね関西電力を変える可能性があるとは思うんですよね。まあでも反原発とかそう言ってる人はそんな乗ってこないかなと思うんですよね。でも乗ってきたら面白いなと思うんですよね。ということで、今日は関西電力の株主の総会の様子をお伝えしました。まあ、ティシってね、まあ、成果がなかったってはなかったってことになるんだけども、まあ、僕としては、まあ、関西電力っていうのはまあこういう企業なんだなっていうのは分かったし、まあ、今度ね
まあ、同じようなことをね童話ネタでやる場合っていうのはねちょっと手を抜かないようにした、こういうこともあるんぞだぞっていうのはよく分かりましたので、まあそういったことでした。ということでまた部落探訪動画などでお楽しみいただければと思います。神奈川県人権啓発センターでした。